大相撲平成31年1月場所は、2019年1月13日から1月27日までの間、東京都墨田区の国技館で開催された大相撲本場所である。幕内最高優勝は、関脇の玉橋一郎。先場所が三横綱休場となった中、三横綱とも初日から出場し、特に先場所で制裁を書き途中休場となった横綱。 木瀬の里に注目が集まった。しかし木瀬の里は、初日から小結、三竹海と前頭筆頭、一之条に連敗し、三日目で同期の前頭飛頭、土地王座にも敗れて三連敗となったところで、四日目の朝に現役引退を発表、土俵を去ることになった。また、先は所前級の横綱、各竜も序盤戦が2勝3敗と黒星先行と、 なったところで、足首の痛みを訴えて6日目から休場した。これに対し、同じく先場所全休だった横綱、白鵬は、初日から白星を積み重ねて、優勝争いを牽引する。優勝争いは9日目の時点で、全勝の白鵬を1敗の平幕の千代の国、2敗の関脇、高啓勝と玉はし、平幕の快星、矢後が、追う展開となるが、 10日目に1敗だった千代の国が勢いに敗れ、この一戦で左膝複合人体損傷の重傷を負い11日目から休場となって優勝争いから離脱。2敗の高啓生、海星、ヤゴも10日目に3敗目を喫し、この時点では10連勝を飾った白鵬が優勝争いで極めて優位な状態にあった。ところが白鵬は11日目に小結、 三宅海に敗れると、翌日には二敗で追う玉橋に、さらにその翌日には三敗で追う高計勝に敗れ三、連敗となり、場所中に痛めた右膝と、左足首の悪化を理由24日目から、休場し、優勝争いから退くとともに、一場所15日制となって、初めて、二場所続けての横綱不在の場所となった。優勝争いは十三日目の時点で二敗の関分 玉足を3敗の関分け、高傾昇が追い、玉足の勝ち星次第では4敗の海星らにも可能性が残っていたが、14日目に玉足と高景勝が共に白星を挙げて、優勝争いが両者に絞られた状況で先週楽を迎える。玉足は平幕の遠藤を突き落としで下し、高景勝の登場する結びの一番を待たずに、初めての幕内最高優勝を決めた。 34歳2ヶ月での初優勝は、平成24年5月場所にて37歳8ヶ月で、初優勝した極天法に次ぐ、恒例記録であった。3賞は優勝した関脇、玉足が主君章、関東賞のダブル受賞優勝争いを演じた関脇、高景賞が技能賞を獲得したほか、 左膝負傷により8日目から4日間休場しながら再出場し、昭和26年秋場所での美州山以来68年ぶりとなる再出場5所戦での金星を含め3連勝で13日目に勝ち越しを決めて三役の座を守った小結、三竹海が勲賞を獲得した。なお、高啓賞はこの場所11勝4敗となり、 連続3場所での勝ち星が大関昇進の目安となる33勝となったが、千秋楽の結びの一番で、大関、豪栄道に一方に押し出された相撲内容が問題視され、大関昇進を見送られることになった。場所前には、幕内力士の平均体重が 166.2kg と過去最高となった一方、東前頭9枚目に番付け消されていた高野岩が、 冬巡業中の付け人への暴行の責任を取る、形で場所前に現役を引退するなど、何かと話題の多い場所であった。ありがとうございます。